カノン君も熊沢さんも知ってるなら教えてくれない？あるならあるって言ってくれた方がいいの。じゃないと今からある人がとても追い詰められることになるわよ。隠し扉があると仮定されたら私の話は全て水の泡。母さん、何の話？ジョージは少し黙ってなさい。どうなの、ゲンジさん、カノン君、そして熊沢さん、隠し扉はあるの？ないの？ゲンジさんはお父様が書斎を改造した時、施工業者の監督をしていたはず。知らないとは言わせないわよ。そのようなものは親方様の書斎にはありません。間違いなく片翼の場所を許されたカノン君。はい、間違いなく親方様の書斎に隠し扉などありません。熊沢さんは？いえ、私も聞いたことがありませんよ。お父様と親交の深い南條先生は？私もそんなものは聞いたことがありませんな。結構。じゃあいい？話を始めるわよ。とってもシンプルな話なの。お父様を最後に目撃したのは夏日姉さんよね。詳しい時間は忘れちゃったけど、今朝の9時前くらいのことだと思ったわ。姉さん、覚えてる？私、あなたがお父様の書斎からちょうど出てくるところに出くわしたわよね。ええ、覚えています。それが何だというのですか？そして、次に姉さんがお父様の書斎を訪れたのは、兄さんたちの遺体が見つかってからよね。それを報告しに書斎に上がり、そこで私と一緒に不在を確認したわ。ところで姉さん、その時お父様の書斎に入ろうとして気づいたことはなかったかしら？気づいたこと？何のことですか？ほーら、ゴミを拾ったでしょう。畳んだレシートを。確かにそんなゴミを拾った気がします。それが何か？そのレシートは私が飛行場に着く前に寄った売店で飴玉を買った時にもらったものよ。あの時に買った飴のレシート。でも母さん、そのレシートの話が何と関係あるの？ジョージ、もうちょい黙って聞いとってや。本当にこれは気まぐれよ。何かを予見してたとか、ましてや夏日姉さんを罠にかけようとか、そんなのじゃ断じてないんだから。実はね、そのレシート、姉さんがお父様と最後に会って出てきて、そこで私と会ったでしょ。その時書斎の扉に私が挟み込んだものなのよ。ってことはどういうことですか？つまり夏日おばさんがそのレシートを拾うまで誰もドアを開けていない。ちょっと待ってよ、エヴァおばさん。レシート挟むなんてバレバレだって。小さまが外出した時に気づいて面白がってもう一回挟み直した可能性も。もちろんバレないようにレシートは小さく折りたたんだわ。でもね、レシートが落ちるところを仮に見たとしても、扉のどこの高さの部分に挟み込んであったかは正確にはわかんないんじゃない？私は夏日姉さんが鍵を取り出している間に確認したわ。レシートが挟み込まれた位置は寸分の1ミリの違いもなく私が挟んだ場所だった。なぜそんな子供じみたいたずらをされるのか理解できません。
井さんの部屋の扉？不愉快な話だったので話しませんでしたが、今朝目が覚めたら扉の外側にあのシャッターの落書きと同じと思われる赤い塗料でいたずらがされていたのです。かきむしったような気持ちの悪い跡で。なんやその話、なんで今まで黙っとったんや。申し訳ありません。あの後立て続けにいろいろと恐ろしいことが起こったため、今の今まで失念していました。知らないわよそんなの。私がしてるのは姉さんの部屋じゃなくてお父様の部屋の扉の話よ。姉さんがお父様がいるのを確認してから私と一緒に不在を確認するまでの間、あの扉は一度も開かれてないのよ。扉を使わずどうやってお父様は外に出たのかしら。そんなことは知りません。私が知りたいくらいです。夏日姉さんの他にお父さんの在室を確認したのは誰や。昨夜金蔵さんとチェスをしたまま会った最後ですが、夕食の直前までご一緒だったはずです。それより後の時間は誰かおらんのか。私です。昨夜の晩餐のお世話をしております。はい、僕とシャノンも一緒でした。ここまでは間違いなくお父さんの部屋にいたやろな。だがな、夏日姉さん不在だった書斎は窓も扉も全て閉め切られた状態だったそうやないか。なのに夏日さんは今朝お父さんに会って話をしたいと。私には皆さんが何を契約になったのか分かりません。どなたか説明してくださいますか。父さんと母さんは、夏日おばさんが今朝おじい様に会ったというのは嘘だと言っているのかい。嘘なんかつくもんかよ。母さんは潔白だぜ。なんで嘘なんかつくんだよ。ジェシカ、言葉遣いを直しなさいといつも言っています。複数の人間の目撃があるのは昨晩までよ。でも今朝以降お父様の姿を見たと称するのは夏日姉さんただ一人。そして私の挟んだレシートが物語る奇妙な事実。さあこの点と点はどうやれば結べるのかしら。なんで母さんが嘘をつかなきゃならないんだよ。その理由がねえじゃねえかよ。その理由は私も知りたいわよ。でもねジェシカちゃん、お父様の材質を偽る価値が全くないとは限らないのよ。推理小説でもたまに出てくるでしょ。生存時刻を偽ることによって自分のアリバイを偽証するトリックよ。なんだそりゃ。そんなの聞いたことないぜ。お父様はまだ見つからないけれど、普通に考えればもう殺されていると考えるのが自然でしょうね。となれば必ず近いうちに死体は見つかる。その時死亡時刻をうまく偽ることができれば夏日姉さんはアリバイを作ることができるのよ。わかる？みんな。
し、あなたたちだけに行かせるわけにはいきません。そんなものばかり読んでいるから、そのような不謹慎な発想に至るのです。そうだぜ、死亡時刻を少しくらいごまかしたって、そんなの警察が検視すりゃ一発でバレるじゃねえかよ。古典の世界だったらともかく、現代日本でそんなトリック本気で通用すると思ってんのかよ。おかしいぜ。そうかしら。今朝南條先生が亡くなった人たちの死体を見て、死亡時刻を曖昧に見積もられたわよ。検視結果は環境や個体差に非常に左右されやすい、数時間単位で誤差の出る非常にアバウトなものなのよ。しかも困ったことに、警察の科学的な捜査は明日にならないとできない。そこまでの正確な死亡時刻を測ることなんて、ジェシカちゃんの言う現代日本でもそうそう簡単なことじゃないのよねえ南條先生。検視は経験と勘の必要な非常に難しい作業です。誤信率も非常に高いと聞いております。確かにほんの数時間程度の誤差を出してしまうことは大いにあり得るでしょう。しかしアリバイの世界は数時間もあれば十分やで。古典のトリックとちゃう、十分に通用するトリックなんや。夏日姉さん、わしらあんたを疑いたいわけやないやで。疑いとうないから潔白を示してほしいだけなんや。何の潔白を示せというのですか。今朝私は確かにお父様にお会いしました。そして心の中に片翼のわしを刻めとお言葉をいただいて、あのお言葉をも否定するというのですか。それだけは断じて許せません。お父様がかけられた言葉までも否定することは断じて許せません。あるいはお父様の遺体は出てこないのかしら。普通失踪は死亡宣告に7年かかるもの、余命残りわずかなお父様を7年も延命し、その財産を独占するにはなんともうまいやり方じゃない。聞き捨てなりません。それ以上は聞き捨てがなりません。私は後ろ宮夏、この身に片翼のわしをまとう資格はなくとも、胸の中に鹿と刻まれています。当主跡継ぎのクラウスの妻として、その責務を代行する私に向かって何たる暴言。何、その銃で私を撃つの。いいわよ、撃っちゃえば。どうせ言い逃れも思いつかなくて苦し紛れなんでしょう。やりなさいよ、暴力で真実をごまかしてごらんなさいよ。このお静めください。母さんは嘘なんかついてない。ならこんなの聞き捨てなきゃ。落ち着いてえな夏日姉さん。確かにお父さんは部屋にいたと誓ってくれればいいやで。お前もそう突っかからんでもいいやないか。それもそうです。夏日さんは嘘をついていない。それだけのことじゃありませんか。だから説明してほしいのよ。お父様がどうやって部屋からいなくなったのか。窓は内側からしっかり閉じられていた。扉も同じよ。今朝夏日姉さんが間違いなくお父様に会ったというなら、夏日姉さんには開かぬ扉の密室からいかにしてお父様が部屋からいなくなったかを説明してもらわなくちゃ。じゃないと姉さんが嘘つきってことにやっぱりなっちゃうものね。あなたという人、どこまで私を愚弄すれば。反論したいならぜひしなさいな。そうね、今すぐこの場で釈明をしてみなさい。そうしたらあなたを疑ったことを謝ってあげてもいいわ。あの書斎の密室からお父様はいかにして抜け出したのか。そんなこと説明もできませんし不要です。そうなら私が説明してあげるわよ。私の立場も姉さんの立場もいいとこ取りのとても仲良しな説明なんだから。姉さんの言う
今朝の時点でお父様が在室していたことを信じてあげるわよ。でも次に扉が開かれた時にお父様はいなかった。ここまでは依存ないわよね。あなたの言うことにこれ以上耳を傾ける気はありません。その軽薄な口を慎めなさい。私の推理はこうよ。扉から姉さんしか出入りしていないことは私が2回確認している。そしてレシートもそれを立証しているにもかかわらず、お父様を部屋から出すパズルの答えは窓よ。窓から出したのよ。夏日姉さんはお父様を3階の書斎の窓から中庭に突き落としたのよ。おのれ。奥様、来ないでください。エヴァ様、どうかおやめくださいませ。その後、中庭に転落して死んだお父様の遺体は、夏日姉さんが屋敷内の戸締まりを確認すると言って出て行った時にどこかへ隠したのよ。多分その時に死亡時刻を偽る工作もしたんでしょうね。クラウス兄さんたちの事件も、さらに昨夜のビアトリーチェの事件もひっくるめて、ナスシさんが怪しい可能性が非常に高いっちゅうことだ。本当ならこんなことを言いたくはない。だがもうぶちまけてしまったからには仕方がない。頼むわ夏希姉さん、どうか自分の無実を説明してくれんか。サムライとわしはあんたを疑わなきゃならんのや。なぜこの私が、この私が、後ろ宮夏希がこのような恥ずかしめを。ダメだな。全然ダメだぜ、エヴァおばさん。ダメって何がだよ、バトラ。全然ダメって何が？バトラ君、聞かせてよ。一方からしか見られないから、夏日おばさんしかありえないって思い込んじまうのさ。別に夏日おばさんを擁護するわけじゃねえが、そんなハッタリのチェックメイトじゃ通用しねえってことさ。レシートを軸にした推理はまずまずだとは思う。筋は悪くない。だが俺の採点じゃせいぜい65点ってとこだ。これが答案なら居残りで補習ってとこだぜ。あら、じゃあレシートで封印されている扉をどうやって破ってお父様を失踪させられるというの？私の説以外に。エヴァおばさんの説は確かに面白い。そしてその説以外に、じい様が失踪できる方法がないって言い切れるなら、最終目撃者である夏日おばさんが黒であると確かに言い切れるだろう。だが夏日おばさんが無実で濡れ衣である可能性が残っている以上、そうだと断言することはできねえ。ならバトラ君は夏日姉さん以外の誰にお父様を失踪させられたというの？姉さんしかありえないのよ。私のレシートがそれを証明してしまったわ。一度目に書斎に訪れた夏日姉さん、そして二度目に私と訪れるまでの間、書斎は完全に密室で、密室開封後には失踪している。これで夏日姉さんが犯人じゃないというなら、どんなトリックがあるっていうの？だから65点なんだよ、エヴァおばさん。じゃあここでチェス盤をひっくり返す。どうやって外部からじい様を失踪させるかじゃない、どうやって内部からじい様が失踪するかって考えるんだ。扉にはレシートが挟まれていたから使用されていない。窓も出ることはできても外側からは施錠できず、しかもエヴァおばさんが書斎を訪れた時に窓の施錠を確認している。だから窓も使用されていない。その時点では確かに書斎は密室だった。これは認めるしかない。だがしかし